ロストワールドはアーサー・コナン・ドイルの失われた世界を元にした1925年のアメリカ映画55分、完全版は100分。ストップモーションや特殊メイクを積極的に使用、当時としては非常にリアルな異世界とそこに生きる生物たちを描き大ヒットを記録。本作品の成功が同様に特撮映画の古典であるキングコングへ。 ひいては特撮映画というジャンルの定着へとつながっている。ストーリーは概ね原作に沿って展開している。ラストに登場する個性物をプテラノドンからアパトサウルスに変更。これが街へ繰り出し、大暴れの末に川から海へと泳ぎ去る場面が本作のクライマックスとなっている。原作には登場しない女性キャラクターをヒロインとし、一向に同行させている。 南米アマゾンがアリュー流域の大地、失われた世界で、マローンとロマンスを繰り広げている。人形アニメによるリアルな恐竜の表現が、大評判となったメディアを再生する、ロストワールド本編、字幕なし本作では、アパトサウルスが凶暴な恐竜として描かれている。ティラノサウルスに似た恐竜と対峙した際には、歯を向いて威嚇し、相手の喉に噛みついている。SFX は、 ウィリス・エイチ・オブ・ライエンが担当7年がかりで撮影している。なお、1960年には本作のリメイク映画、失われた世界が公開され、ウィリス・エイチ・オブ・ライエンの名もクレジットされている。ありがとうございます。